やっぱ一人じゃ無理だよ。あのね、やっぱホラーゲームは確かにね、一人で行くんだけどさ、正直ね、ダメだよ、やっぱ。誰かに、次へんわ、うん。ちょっと格好悪いかな。そっか。あ、部屋に戻ろう。あ、そっちのフラグもあるんだ。あ、イベント入った。あ、あ、お帰りなさい。あー、よかったー。なんか、エンディングみたいな BGM が。エンディングみたいな BGM 流れてますね。はー。使わない逃げ切るのも、まあ、それが無理なんだよ、きっと。ここなんかさ、フラグ立ててさ。あ、実はここでハッピーエンド。うん。何か分かりましたか？今から行こうかなって。は、お前今でも何してたのよ。いや、タカも言ったんだけど。うん。タカはスマホを調べて僕一人で行けって。でもさっきタカのところにさ、逃げ込んでもいなかったじゃん、タカが。どういうことなんだろう。あれを、さっき逃げた後に303に再び行くってことか？ぷぷ。なんと言いますか、怖いから誰かに気づいてるけど、そう。端的に言うとそんな感じに。だからさっき一緒に行こうって言ったのに。お、でもなんかこっからさ、仕方ない、一緒に行ってあげるという人がいるはず。あーで、大丈夫かこれ。え？あ、待って、考え直す。ちょっと待って。あ、選択がある。選択式。じゃあ、まあ、あかりちゃんかな。まあ、なんか、懐中電灯のバッテリーなくなったら君があかりにするから。いけるか？連れて行きます。あ、一人だけか、さすがにね。でもこれでどうなるんだろう。管理人さんとこに行くのは変わらないのか？はい。けっぱりにゃー。これで何か変わるかな？あ、タカから LINE 来てる。あ、新しいフラグだね。電源探しに、あ、そういうことなんだ。移動したんだ。さっきのはそういうことなんだ。だからいなかったんだね。さっきはどこなんだ。さあ、ここでルートが変わるかどうか。あ、あかり、いないね。アッパック。どこの鍵開け魔法ですか？おー、いや、開いてるんでしょ？でもさ、え、結局一緒？でもさ、どういう感じになっちゃうのこれ。暗いなー。赤いライトっていう魔法もあるよ。あ、ダメだって。一緒？この辺りは一緒になっちゃう。なんだったらこれ、これなんだったらこれ、明かりが死ぬまで見えてない？明かりが死んじゃうよ、このままじゃ。早く、明かり連れて逃げるってできる？ちゃんと。明かりごと死ぬんじゃないだろうな。え？え、これ明かり置いてかれて死ぬとかないよね？え、逃げて逃げて早く！りょうさん！走って！一緒だ！結局一緒なのか！でもどうする？逃げた後。逃げた後どうする？とりあえず巻こう。とりあえずね、めっちゃ早い。正確なルートで追いかけてくるから、あいつ。とにかく、もうガーって逃げて、そっから考えよう。どっから？どこどこ？鍵かかってる。右で、なんかいたずらしてくんだろ？で、タカはいないんだった。タカいない。さっき同じルートしちゃう。どうする？で、出てくるんでしょ？知ってる、覚えてるぜ。あ、右画面使えない。これ。今クリックしてんのに。なんでだ？使えないぞ、右が。やばい、来る。やばい、来ちゃったなー。やばいやばいやばい、ごめんなさい。
ちょ待ってこれ、これはやってはいけないルートを私はやってしまっているような、これはなんかさっき嫌な予感。ちょっと待って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 、これなんだったらこれ明かりが死ぬまで見えてない、待ってこれはもうダメだって、ちょっと待って、これは嫌な予感が、バッドエンドが今上向いた瞬間終わる。え？え？明かり？屋上終わったじゃん終わったじゃん、いや終了じゃねえかよ、終了ルートじゃねえか、分かったよ、行けばいいんだろ、これ一人でも逃げ切れるのか、一人だったら逃げ切れる？ちょっとこっち行けない？いない、いないわ、ちょっと待って、これもう終わったじゃん、もうモザイクじゃん、モザイクかけなきゃダメなやつ、え待って、でもそんなことある、こんな何ゆるいキャラがいっぱいいるのにそんなことある、もう屋上行ったらバッドエンドなんでしょでも受け入れるしかねえか、皆さん注意してね、もう多分俺モザイクかける気満々だから、とんでもないの出てくるぞ、気をつけろ、なになに、やばいやばい、絶対、なんかある、やばいやばい、なんかやばいことになってるって、やばいって、やばいって、やばい、そらそうだろうみたいになってるよ、ああこんなことある、それはちょっとダメ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 、ちょっとこんな、え、ゆるいキャラなのに見た瞬間頭の中で何かが砕けた、はこれ最初、はぁ、こんなバッドエンドじゃん、体の注射器が転がってる、体に何入れたらこうなる、はぁ、変な声が止まらない、僕も止まんないわ、ちょっと待って、今までやってきたホラーゲームここまでひどいのなかったよ、とんでもないの来たなこれ、ちょっと待って、これはやりすぎでしょ、後ろになんか聞こえるし、もう終わったじゃん、後ろからバーで終わりじゃねえかよ、これはひどい、すっごい怖いじゃん、何この怖いゲーム、それゲームオーバーだろうな。というわけで、ちょっと待って待って待って、ちょっと、キンちゃん、ごめんごめんごめん。ちょっと、これ、体験版なんでどこまであんのかなってちょっと調べたんですけど、どうやらですね、ゲラーマンに追い回されるまでなんですよ。これ何かを示すかっていうと、この先のストーリーがないです。ただしですよ。ただし、どうやら、このさっき、あかりちゃんが、まあ、ちょっとどうなってるかわかんないですけど、僕、編集したときに、どうなってるかわかんないですよ。その時に、まあ、他の猫や、キノも一応捕まると、バッドエンド引きます。タカは何もないです。タカに行かっては、もう、あそこで出ます、終了です。タカ何しに来たんってなってますけど、タカもう、これ、実はもう、これ以上出番がないです。ちょっと電気切っとこうね。電気切っとこうね、これ。ちょっと電気切っとこう。電気切っとけ、よし。でなんですけど、じゃあ、何これ終わりってなんですけど、どうやらですね、この先はちょっと見たんですけど、サイト見ました。どうやら僕の見たサイト上、3回逃げ切るのが、なんか、3回逃げ切るとイベントあるみたいですね。ただ3回逃げ切った先が書いてないんで、まあ多分ここまでなんだろうなと。あと、3回結構難しいっすよ。3回逃げ切るのが上限みたいですね。
3回、あの速度3回か。だから、しつこく追いかけてきたけど、な、2、3あたりで当たってたんだね、自分が。3回逃げ切ることを目指して、まあ、最悪バッドエンド回収になっちゃう。バッドエンド回収、誰でもしてそうだぞ。あ、ここは管理室は、まあ、ここで木のつ、今回、木の連れてきました。今回はって大丈夫。その、今回は、ちょっと不穏だぞ。あら、もしもーし。木の出てくんのかな？ダメだ、いないよ。あ、そうみたいですね。あれ、開いてますよって感じ？あ。あだけで開けないで。語彙力低下？ま、さすがにこれ見たら怯えるでしょう。逃げろよ、逃げろよ、下一発、下一発、下一発、まず下一発です。行くぞ、逃げ切れ、逃げ切れ、ここは逃げ切る、頑張って逃げ切る。とりあえず、屋上がぐるぐるできそうな気がする。まず屋上を目指します。屋上を目指して、最悪そこでぐるぐるできるんじゃないかな、うまくやれば。ただ、ゲラーマンがさ、速度速くねっての話なんだよね。めちゃくちゃ速度がゲラーマン自体が速いから、ちょっと危ういよね。まず屋上来ました。で、こうですね。この状態で、来たら確認できるはずなんですよ。視認できるはず。ここで、待ちます。3回逃げ切るには、お、来るかい？視認できる状態にして、多分絶対ここからじゃないと来ないでしょ。なんで、ここで待って、来るぞ。来たら、下ダッシュ。来た！さっ！で、ぐるぐるせ！ぐる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 ！待て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 。で、ここで下降り！青鬼戦法。どうせ巻くんだから、青鬼戦法でいけるって。青鬼戦法。とにかく、時間で稼ぐ。時間稼げ。早いから、時間稼げ。時間稼げ。曲消えたんで、戻ります。曲消えたんで、急いで屋上に戻ります。これを繰り返せば、3回逃げ切れるかもしれない。屋上に行けたのはでかいな。いや、もう、考えない方がいい。もう来てると考えた方がいい。よし、同じルート。走れ負け、巻いてくれ。で、あいつめっちゃ速いからね、色。戸惑ってる暇ないよ。とにかく同じルート使おう。同じルート使って、あ、やばいな。大丈夫。やばい。だいぶしつこいな。あ、来た！イベント入りました。逃げ切ったかな？イベント入った。あ、ヒロインもルートあるんだ。休ませてください。うん。いやでも一番危ねえところに待ってるけどね。一番危ないところに逃げ切ってるけどな、これ。なんだろう、あいつは。わかんないです。あ、これヒロインによって違うんだ。この、全ヒロイン入れて逃げ切るルートもあるんだな。その、今まで他のキャラでも。あかりちゃんだけ犠牲になってんな、お前。とにかく、ここから逃げよう。あ、他のやつがまだ。そうだ、ミラーに知らせないと。あ、何？あ、全員ラインだ。全員ラインで知らせんだ。あ！ちょっと待って。いっぱいなんかここにあるぞ。いっぱいなんかめっちゃあるぞ、ここに。で、これで体験版のストーリーが終わりですね。いやー、すげー。企画原案だけ、名前書いてあるよ。あ、なに？進捗メッセージ。あ、これ。これを何かどっかで使うとこがあるんじゃないかな。クリア後のこと。多分初めに電話がかけれたから、そこじゃないかな。そこでやれば、この文字を打てば、なんか聞けるんじゃないかなと思います。了解。